おはようございます。創作海空研究、今日はですね、北海道大学に来ております。あの有名なポプラ並木でございます。こちらからね、今日は令和5年8月31日でございます。お届けしたいなと思います。久しぶりの札幌、北海道なんですけど、まあ、あの先ほどまでね、まず、最初の打ち合わせというか、まあ、ほぼそれが目的で来たっていう、まあ、ミーティングがあって、稲妻勝さんっていうね、北海道大学の教授の方なんですけども、そちらのところで1時間半ぐらい喋ったかな。めちゃくちゃこう熱い人なんですけど、まあ、非常に楽しい議論して、まあ、どんな話だったかっていうのをちょっとまた後でね、話そうかなと。で、なんだったら、その、僕が、この海空研究所をやっているっていうことの、なんていうか、ほぼ同じモチベーションなのかなっていうところもちょっと感じたりしてですね。まあ、ほぼ同世代の人たちなんですけど、で、これはなんか、まあ、いろんなね、課題は、があって一緒にやりませんかという、まあ、話なんですけど、非常に楽しかったんで、その辺をね、海空研究所で、こう、みんなと一緒に、こう、いろんな、日々ね、皆さんの研究をね、シェアして、その価値を、こう、お互い発見して、自分の、なんていうか、より良い研究につなげるっていう、なんかその研究活動の基本に立ち返るために、僕は多分おそらくこの海空研究所やってんだなっていう、改めて感じました。その、まあ、いわゆる僕がね、本職としてやってる気象学者の集まりの気象学会っていうのがあって、まあ、そこの運営の話をしてたんですけど、まあ、そこに関わる話で、非常に熱かったですね。そして稲津さんに、声をかけていただけるような、自分の状態であれたことが良かったなと、まあ、それをこうすごいね、ハッピーだなと思いました。まあ、ピンとこないかもしれないけど、何言ってんのかなっていう話に思えるかもしれないけど、やっぱりね、まあ、僕と稲津さんがこう関係性がこう仲良しとかそういうわけじゃなくて、やっぱり稲津さんのこう取り組んでおられることを、挑もうとしていることと、自分もこうなんか自分なりにもがいていることとの目線がこう全然別な場所で生きている研究活動をお互いにしてて、そんなに簡単に合うもんじゃないと思うんですよね。でもそれがすごくバーって話してみて、やっぱ合うねっていうことを感じ取れたんだと思うんだよね。だからそれが稲津さん自身もこう分かってくれたのかな。だから誘ってくれたし、話してて、本当に楽しそうに話してくれたし、まあ僕自身もすごくエキサイティングだったというか、すごく分かるなってことしか話として上がってこない。なんだろう、それピンとこないなっていう話題がなかったんだよね。それはなんか本当にハッピーな関係だなと思いましたね。はい、ということで、ちょっと何でしょうね、まあ学術界のコミュニティの中の込み入った話を、まあこの札幌出張でね、僕は正直ある意味しに来てるので、まああまりピンとこないかもしれないですけど、まあ正直にそのまま表現するとそういう感じだったよっていう、まあそれだけで受け取ってくれれば、言ってることよくわかんないかもしれないけど、まあ、そういうことですっていうね。はい、ということで、まあ、ご挨拶だけさせてください。川明宏さん、おはようございます。まずね、川さんも、やっぱりだなと思ってたんですけど、清水さんのね、投稿に、いやー、なんか、コメントつけてくださって、本当にありがたいです。本当にね。なんて言うんだろう。言葉がないよ。ね、最初の
ね、昨日の投稿だって一番最初するときは戸惑いもあったでしょうけど、やっぱり出力あるでしょってみんな分かったと思うんですよね。と同時に他の人がよく分かんない文脈で、なんか、どうやら、こういう話かなっていう投稿をしているところに、こう、まあ、新しく入ってこられたわけですよね、川さん。それで、もう、一言目にあのコメントっていうのは、やっぱり、それだけ文章をずっと触れてきてる人だし、書いてる人だし、読んでる人でもあるし、直したりも、無数にしてきた人の、コメントだなって思いましたね。優しい。優しいなと思ったし、的確でもあるし、なんていうか、いや、川さん来てくださって本当に俺は嬉しいですね。コメント一言で本当に確信しましたね。まあ、これからもね、いろんな投稿にぜひね、思うところあればもう、ぜひそのまま思ったまんまコメントをしていただきたいんですけど。ちょっと、まあなんていうかな、感慨深いというか、母さんからしたら、ごく普通にコメント返して、自然に思ったことをコメントしただけで、大げさって思われるかもしれないけど、俺は本当にそう思ってますよっていうことだけ言っておきたいなと、思ってますね。はい。そして、安部ゆきかさん、おはようございます。今日の夜ね、コンサル、また楽しみにしております。まあ、そこでゆっくりお話ししましょう。いやー、俺はゆきかさんの価値の高さについてね、何時間でも喋れる自信があります。まあ、そういう話題になるっていう前提でしょ、こう、今ね、言ってますけど。ゆきかさんの価値がどれほど高いかっていう、ことは、無限に喋れると思うな。まあ、その時、今日ね、どんな風な、まあ、具体的にどういうところに絞られていくかは、ね、楽しみにしてますけど。夜ね、ホテルから。いやー、ほんと楽しみ。そして、小山愛さん、おはようございます。山田友人さん、おはようございます。先ほどまでね、お店の調整とかしてくださって本当にありがとうございます。明日ね、7時半に、ついに念願叶いますね。まあ、友人さん家をこう通り過ぎながら、電車乗ってましたけど、新千歳空港に降りて、友人さんのいる千歳を通り過ぎて、今札幌に来てるんですけどね。おお、あの辺かなとか思いながら。いやー、でもほんと楽しみ。これもね、また、俺、今日帰れんのかなっていう。無限に話すことあるんだよ、俺は。こんだけ毎日喋ってんだけどね。まだあんのかっていうの。まだ喋りたいのっていう。ちょっと恥ずかしいよ。だったら、いや、だけど、やっぱりね、せっかくお会いできるんでね。まあ、そこで何思いつかなんだよ。何も考えてないですけど。とにかく楽しみにしてます。はい。そして、中村修平さん、おはようございます。論文にね、お祝いの言葉いただきまして、恐縮でございます。ありがとうございます。そう、でもね、まあよくわかんない。中身はよくわかんないけど、まあ、もがいてたっていうことで、だけはね、伝わったかなとは思うんですよね。で、もがいて、地団駄踏んでますよ、僕もと。ヘラヘラ、毎日してますけど。これはね、でも本当に、こう、一方ではこうやってヘラヘラしないと、毎朝、笑うっていう時間を作ることによって、よりもがける、正しくもがき続けられるなっていう、まあ、この、両面あって。いや、だから皆さんのおかげですよ。本当にね。皆さんがこう、この謎のね、コミュニティの謎の活動にね、お付き合いいただいて、謎のコメントを残して、俺たちのコミュニケーションも関係性も、まあ、全てにおいて謎なんですけども、まあ、
でもそれをね、楽しんでくださっているわけで、まあ、そこから少なからずエネルギーいただいて、たどり着いたことに対して、まあ、一言おめでとうございますって思ってもらえるっていう、まあ、これ本当にありがたいことだなと、思ってますね。本当にありがとうございます。あ、ゆいしんさん、お仕事中だと思いますが、今ね、北大のポプラ並木に来ております。先ほどですね、主目的であった、北大の稲妻猿教授、理学部の教授なんですけど、まあ僕と同い年で、まあ超エリートで、スーパースピード出世を果たした方なんですが、まあその人とね、気象学会の運営に関して、1時間ほどディスカッションして、まあこの旅の目的の 90% を終えました。そして、まあ残りはね、あとはもう友人さんに会って、なんだろうな、何を思いつくかわかりませんけど、無限に話せるっていう、そこもわかってて、とにかく楽しみにしておりますという、この状況でご挨拶しております。そして、寺石ゆかさんおはようございます。清水信之さんおはようございます。よかったですね。なんか、どうですか？やっぱり、投稿してみるもんだなって、今清水さんが一番強く感じてらっしゃると思うんですけど。そして、伝わってんのかな？書き手の方にね、どれぐらい伝わってる。砂塚さんもあんな熱いコメントを書いてくださって。これはね、自分で言うのもなんですけど、超有料級の価値を、まあ僕がじゃなくて、たまたまですけどね、砂塚さんと川さんっていうプロフェッショナルが生み出してくださってですね、あんな的確でなおかつこうプロの、で、なおかつね、なんていうのかな、優しいよね、二人ともね。これ本当にだから、お金出しても買えない、本当の意味での価値だなっていうのをあのお二人のコメントで僕感じましたけど、でもその価値を最初に生み出す、こう種をまいたのはやっぱり清水さんの発信しようとしたところから全てなんでね。本当にありがとうございます。そして僕ら周り、その清水さん以外の僕ら全員のメンバーにとっても、なんていうか、なるほどなと。友人さんもね、コメントをくださってましたけど、ああいう文章を読めることって普通ないんでね、ある意味。自分が書いたことはあったかもしれないけど、過去にね。人が書いた、しかも今のリアルタイムの、これから未来がそこから始まるっていうための文章で、やっぱりそこにはそこ、の熱がやっぱりリアルタイムの熱があってさ、それはそれですごく伝わってきたしね、僕も飛行機の中で改めて読みましたけど、まあまず僕が言いたいのはめちゃくちゃ字綺麗、字綺麗だし、俺はすごい好きな文章ですよ、なんていうか。もちろん、川さんとか砂塚さんとかプロの目から見た伸びしろっていうか、あれはあれで、極めて的確なことだと思うし、レベルの高いことだと思うし、なおかつ目指せるところだと思うんですよね。本当に素晴らしいコメントだと思うし、と同時にまあユージンさんもおっしゃってましたけど。まあ、本当になんかまっすぐ書かれてると思うし、僕はすごく好きです。まず一文一文が短くて、綺麗がいいですし、なんていうのかな、人となり自体はね、その、完全に 100% 開示できるようなこう熱のある文章を書くっていうのも、まあ、その手の文章でもないからね。まあ、いろんな難しさあるんですけど、ただ、僕はすごく程よい温度感があって、好きですね。なんか、この文章を書く人の、人柄好きだなって僕は素直に思えるような、読後感というか、
だからね、読んでて、心地よかったですね。うん。すごく好印象でした。いい人だな、この人っていう。そういう感じでしたね。なんていうか、特別清寺って、そのさ、よっぽど面白い特徴があるから、ぜひやってみたいみたいな、そういうものでもないかもしれないけど、でも、それも俺すごいいいと思いますね。まっすぐだし。変にデコったりすることないんですよ。やっぱり、ナオ君とユージンさんとシュウヘイさんとアカネさんだけでやってる B リアルっていうね、バズらない SNS やってますけど、なんていうか、デコらず、今そのまんまの、今の自分を見せろよって言われて、はい、見せてますっていうね。なんかその感じって文章にはなかなか逆に言うと出せない人には出せないんですよ。なんか、上手くなっちゃうと出せないんですよね。その感じもちょうど良くて、僕はすごく、好きですね。でもね、と同時に、砂塚さんとか川さんがおっしゃってる伸びしろもすごく具体的に書かれてたんで、それはそれでなんていうか、どう受け取って、どこまで行くのかっていうかね、どのように咀嚼するのかっていうのも、同時に楽しみだなとも思ったりしますし、なんかワクワクしますね。こういうやりとりしたかったんですよ、本当に。ありがとうございますって本当思ってますね。あれを共有するっていうのは、なんだろうな。僕は見たことがないし、今までね。その他の人のああいう文章を、共有していただいて、直接相談を受けるみたいなことっていうのは、やったことがないし、見たこと、読んだことがないし、すごく得難いことだなと。で、本当に勉強になってるよね。だから、砂塚さんとか友人さんとか、川さんとか別、いろんな視点で見たときにこう感じる、こういう伸びしろを発見するっていうのも、それぞれ全部新鮮だしね。また俺をちょっとだけ頭良くなれたなって思わせてくれるよね。それはだから市民さんのおかげだなとも思いますね。ということで、山本健太さんおはようございます。森本あかねさん、善くん、かんくん、おはようございます。もうおはようもございますっていうか、お昼なんですけどね。そして砂塚森田さん、おはようございます。もうさすがすぎるとしか言いようがないんですけど、久しぶりに、ね、コメントをいただきました。お忙しいところ、マスターズへの道、まっしぐらな、ね、夢に向かうって走り続ける、50代っていう、何よりも、これ以上眩しいものがあるのかっていうね、先輩の背中ですけど、まあそんな中ですね、あんな分厚いコメントされたら、もっとね、拝むしかないっていう。ありがとうございます。いや、本当にね、いやー、さすが、もうなんていうか、もちろん砂塚さんご自身のこう思考の深さもあるんだと思うんですけど、端的に言って、見てきた人数一限だよっていうね。何千人見てきたのかわかんないけどさ、砂塚さん自身も数えきれないとおっしゃってましたけど、まあ、やっぱりさ、見てきた、関わってきた、コミットしてきた人数がさ、もう膨大で、桁が違うからね。桁が2つ3つ違うからさ、俺らと。そりゃもう分厚いよね、コメントもね。そして、ど真ん中だったですね、これね。清水さんの投稿自体がね。いやー、だから、こういうマッチアップ、いつか起きてほしいなと思ってたんですよ。砂塚さんが一番、ここぞっていうところで、一番、これまで研究し尽くしてきた、なんていうのかな、もう核となる知恵ですよね。それが、要するに発揮される場所っていうのも、やっぱり、清水さんが求めて初めてね、あの場所が得られるわけで、あのコメントが出てくるわけで。あのマッチアップ、起きてよかったな。一年続けてよかったわって思った、あのコメント見てね。あれ、読めないよ、他で。本当に。ありがとうございます。
いや、そしてね、久しぶりのご登場って感じでしたけど。それもいいよね。なんかレアキャラで、最後の最後の最後にスーパーヒーロー現れたみたいな感じでね、ご登場いただいて。そして、どでかいパンチを放って、すべてを片付けて帰っていくという。スーパーヒーローだよね。本当に。いや、ありがとうございます。ということでね、まあこれから、午後からね、会議がまた国際会議なんですけど、まあ、気象予報の数値シミュレーションの先端技術を、まあ、みんなそれぞれね、世界各国でドヤ顔で、競ってるものがあるんですけど、我が国ではこんな風にすごいんだぞというね、まあ、そういう研究を集めて、共有し合うというね、なんて言うんだろうね、これ本当に逆に言うと不思議なんですよ。民間で言ったら絶対なんか隠して、企業秘密ですっつって外には出さないみたいなさ、そういう風になるところだと思うんですよね。最先端であればあるほど。で、画期的であればあるほど。よく考えるとね、みんなどやりに来るんですよ。あからさまに。で、どうやりに来て、おめえほんとすげえなって言い合うっていうね。なんかそういう会議なんですよね。学者同士って。でもそれが一番の報酬なんだよね。なんかまあもうそれぞれ、おそらくですけど、まああんまり、それぞれの国に帰ったら変わらぬ立場だと思うんですよね。お国の税金で、民間の方々が働いて納められた税金を元手に自分たちの給料が払われて、なんかよくわかんないけど、マニアックな謎の研究で、謎の高度なことをやってらっしゃるっていう。まあ、それが学者って、なんていうの？まあ、そんな感じってね、あんまり国変わっても変わんないんですよね。どこ行ってもそうなんですよね。で、そういう人たちがこう集まって、それはね、発表のスタイルであるとか、研究の掘り下げ方とか、そこにはこう、お国柄出たりするんですよ。全然日本と違うなとか、いっぱい文化を感じたりもするんですけど、同時にね、やっぱ思うのは、最先端とかものすごい自信あるとか、そういうトップシークレットなんじゃない？普通っていうね。そういうものに限って、みんなこうあからさまにどやりに来るんですよね。そこまで出すのっていう。まあでも、どやったことによって本当にやっぱりすごくて、お前本当すげえなって言い合う時間が何よりもね、やっぱり、その、いただいてる給料の報酬っていうよりもね、やっぱりそっちができんじゃないかなっていうね、それをなんかすごく感じるんだよね、喋ってると。それは、それでね、なんか、そういう時間ってのもちょっと久しぶりなんでね。対面で、国際会議で、とかっていう、なると、ま、なおさらなんですけど。まあ、そんな時間です、これからね。はい。ということで、モテ作の美空研究所での研究とはちょっと、まあ、雰囲気の違うところの研究会なんだけど、ただ一方では、なんか、みんな、それなりに自分のペースでね、勝手についつい掘り下げてしまうみたいなことがあって、なんか、これ、俺の中だけにあっていいのかなみたいな感じになってきてさ。だからちょっとこれ、ここで紹介したいんだけど、聞いてくれる人いねえかなみたいな。なんか、それをシェアするための閉じた空間をわざわざ作るみたいなところでいくと、本当に似てるんだよね。ここでやってることとね。まあなんかそういうことです。何がわかんないけど。ということでね、今日は皆様、どなたと笑いますでしょうか。今日は僕はね、世界各国からいらしてる研究者とね、笑いたいなと思っております。そして夜はね、ゆきかさんとまたね、笑いたいなと思っております。ということで皆様、良き一日をお過ごしください。今日はですね、特別編ということで、北海道大学の、
まあ、農場なんですけどね、ちょっと見ますか、一個一帯をね。山は手稲山ですね。雰囲気が、こう、農場の真ん中にズドンとありまして、こういう感じですね。はい、そこからお届けいたしました。ということで、ありがとうございます。じゃあね、明日ね。